中学入試、冷静に考えれば難しくない推理算、おまけ問題付きです。では始めましょう。 ABCD は4つの数0、1、2、3のいずれかを1つずつ表しています。以下の時 AD の数はそれぞれいくつですか？では解説します。 A×C×D イコール0よりいずれか1つが0、 B たす C イコール1より B は0にはならないから B イコール1、 C イコール0が決まり、 D 引く B イコール2より D 引く1イコール2、つまり D イコール3、残るは A は2に決まります。おまけ問題です。あるクラスで算数と国語が好きかどうかを調べたら以下のようになったとすると、このクラスの生徒数は全部で何人ですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。